皆さんこんにちは、渋谷東部の永井咲です。今日は風船とサッカーボールを使ったボールコントロールの練習をします。ポイントは、ボールの中心を意識してトレーニングすることです。難しい場合は手の上でやっても OK です。以上です。バイバイ。